2015年激震ハンターウォーズ開幕戦、旭川市ときわか一貫です。巨人軍のテーマが鳴り響きます。ホットポイント、さあ巨人軍精鋭部隊の入場であります。まず小長のりお、そして小林文明、そして最後に安井義明が入場であります。巨人軍の番元斎藤の加入で軍団の力はこちらも倍増、いい試合になりそうです。期待しましょう。試合に先駆けまして、巨人軍の面々精鋭部隊に花束が贈られます。さあそしてここは北海道旭川に発展さん、カナダからスクランブル発進を実行いたしました。歓喜の先頭抜擢機、今シーズンはキッズ、タクミス、スイスの遠隊飛行であります。さあやってきた、強んでカルガリーするようであります。速い、強い、強い、何拍子も揃った強力先頭部隊であります。今回はカナディアン・デビスを引き続けての来日、これらの力は2倍にも3倍にも磨かれパワーアップしていくのでしょう。今夜も記念のないファイト、スカッとしたファイトをお伝えしましょう。アスライミッチです。カナディアン・デビス、どんなファイトを見せてくれるでしょうか。一段とたくましくなりました、ミャンマー選手デビボーイスミス。ああやはり人気者です。実力者ダイナマイトキッズ、小林とともにつながりを狙います。野永のりお、ラハンター小林、オフを返上して特訓特訓、今シリーズに続きます安吉明。さあ山田さん、このキッズスミス、正月のオールスターウォーズ以来3ヶ月ぶりの来日、相変わらずの人気ですね。大変にね、面白い試合になりますね。そうですね、まあ、とにかくこのカナダのカルガリー暴れん坊トリオと言いましょうか、はい、もうとてもね、体もいいし、はい、動きもいいし、本当に胸がすくような暴れっぷりですね。しかしね、一方のあのトリオも、はい、日本側トリオもなかなかいいですよ。これはあの八つ選手がリードしていくんでいましょうが、小林邦明選手も小長選手もなかなか威勢がいいですからね。そうですね、これも試合としては6人タッグとしてはとても面白い内容になるでしょうね。6人タッグとしては最高の顔ぶれ、こう申し上げてもよろしいかと思います。さあ小林が出ました。さあしかしご注目いただきたいんですが、小林の額割れております。これは、ジャパンプロレスのビッグラリアットシリーズヒットの一騎打ちでこの場外で鉄橋に片付けられまして割れたものであります。今日もちょっと心配だと小林は言っておりましたが、このダイナマイトキッドと相対しております。これがダイナマイトキッド、相変わらず精悍な顔つきであります。人気もすっかり日本に定着してまいりました。最強タッグ、そして正月シリーズと連続マスクを暴れまくりました神戸ファイトが再び帰ってまいりました。ダイナマイトキッド、しかし小林も負けておりません。速い動きでこうする、さあまずはエルボー、そしてエルボー今度は落とした、追いかぶさります、跳ね返したキッド、小林の体が1メーター浮き上がりました。相変わらずケレンズライファイトですね、山田さん。はい、キッドの場合非常にスピードがありますんでね、はい、あのキッドのペースに乗ってしまうと簡単に丸め込まれますので、今あの小林選手は一旦間を置いて自分のペースを取りましたね。そうですね、ああいう作戦がいいと思います。維新軍精鋭部隊は穂永のりおにタッチであります。そしてカルガリーブラザーズ、カルガリートリオはスミス登場であります。どうですか山田さん、このスミス体だいぶ大きくなりましたね。はい、確かにね、見た目にもはっきり分かるように大きくなってるんですが、はい、スピードそのものは全く落ちてないですね。そうですね、さあ怪力殺法が出てくる、まあ、ただね、髪のヘアスタイルがね、はい、変わったんでちょっと全体のイメージがちょっと違ってきました、ね、そうですね、どっちかというとこうアダルト思考といいますか、かっこよくなりましたね。そうですね、ダイナマイトキッド、そしてデイビーボーイスミス長髪にしております。イメージをちょっと変えました。
そして初来日初登場のカナディアンレイス、どういったファイトを展開してくれるでしょうか。カナディアンレイスはこれ逆に挑発を丸めたようですね。日本に来た時はですね、はい、ちょっと変わった髪の毛をしてたんですが、何か思い切ってツルツルに変えましたね。あ、そうですね。で、まあ、これがね、こういうツルツル坊主と言いましょうか、はい、これがそのカナダのアバランボートリオの一つの看板スタイルなんですね。そうですね、はい、ヒットが惚れ込んで連れてきたというこのカナディアンレイス、今度は安吉明と相対します。安もちょっと先シリーズは怪我でちょっと戦争がなかっただけに、今シリーズにかけるものは凄まじいものがあります。キッチンシック安、カナディアンレイスを捉えました。そしてボディスラム叩きつけます。今シリーズの動きどうですか、安吉明。尻上がりに良くなってきましたけどね、まあ今日は今非常にキャリアの浅いカナディアンレイスを相手に、はい、シャープな技を見せましたね。そして今度はツーサゾンタッポー、連携はどうか、石井君身を落とした、エルボーを落としたカウント2。そしてさらに波状攻撃をつけます。機体の傷がちょっと痛々しい小林邦明、ショルダースルー、そして背後からスタンピング、そして常に青い三角上、石井君のコーナーで試合を挑みます。カナディアンレイスに的を絞りました。新聞精鋭部隊、フェイクタッチでホナガンにつなぎます。ちょっとカナディアンレイス捕まってしまいましたが、その連携という面ではいかがでしょうか。まだカナガリブラザーズと新聞ですが、新人ですからね、カナディアンレイス体もいいし、なかなか若々しいパワーもあるんですが、はい、ああいうふうに捕まってしまうとちょっと弱いですね。そうですね。さあ、ぶちかまし、これはホナーが勝ちました。動きが速くなります。そしてラリアット気味、ラリアットでしょうか、ラリアットですね。一発かましました、カウント2まで入りました。フットボールと、そしてホッケーで鍛えた足首バネがありそうです、カナディアンレイス。そして大きな正確な、これです、ブレンバスター、速い、すごい。そしてパンチ一戦打ち下ろします。相変わらずの本戦ダイナマイトお祭り用のファイト、キッチンシンク、そしてロープ、セカンドロープから2ブラップ。さあ、これはどうか、かなり効いているカウントロール。危ないですね。はい、もうコナガはね、やはり小さいですからね、集中攻撃を浴びると辛いですね。そうですね。あと、もうヘビー級の体格と言っていいと思います。この2人のダブル攻撃、エルボーを受けました。どうやらカルガリーブラザーズはこのホナガに的を絞ったようです。さあ、オクラホマスタンスピートエープロンから走りました。カウントプール小林してます。連携はまあ石井君の方がいいんですが、何してこのパワーですね、山田さん。もうパワーの上では完全に圧倒されてますね。そうですね。やはりね、やや大型の落選手が出てからダメですね。で、まあ、パワーで、まあ、対抗しよるのはこの安吉明でしょうか。ブロッキングヘッドロックか、ブロッキングヘッドロック、テニスを捉えます。しかしカウント2、しぶとい。そしてコブラツイスト、こういう技はどうですか、山田さん。ね、うまくかかれば効くんですが、何しろパワーがありますからね、よじる前に踏み止めてしまいますね。今もご覧のように簡単に外してしまいました。押しのバレではあります。打席ダイナマイトヒット、八千代明、ものすごいスピードでコーナーマットに叩きかけます。うわ、たまらない、たまらない、すごい攻撃だ。そして水田社会はバックブリーカー、足を持ってのバックブリーカー、いますね、あれはね。やっぱりね、今のところテクニックというのを力で押しまくってると、はい、いう感じですね。そうですね。さあ、そしてまたそのルイスのブレンバスター、どうでしょう、バネってのはありますか。いや、非常にいいですよ。タイガーマスク小林、これからの強烈なライバーになりそうでしょうか。そうですね。しかし、ちょっと負荷を追いしますと、このように新聞に捕まってしまいます。さあ、近距離からのドロップキック、タイガーマスクの一騎打ちを控えて乗っております小林邦明、はい、なかなかね、ルイスの選手も根性がありますね。さあ、小林とスミス、小林とスミスです。参加する名勝負をこれまで生んできました。このやはりここという勝つところ、あーとボディリフト、これはやはりスミスの上のようです。3回持ち上げました小林を、デッドリードライブ気味に投げました。い
会場が大きな歓声に包まれています。そしてダイナマイズキッカー、しかし小林も歯を食いしばって執念の表情で突き向かいます。小林邦明と再開します。やっぱり力があります。ダイナマイズキッド、こっからの動きが速いんです。サプラーセン登りました。そしてミサイルキック 3m 飛びました。ダイナマイズキッド、さあ小林が飛んでお返した。ジャンピングキック、ジャンピングスピンキック、そしてローラインにアピール。おっとバーボンの体勢か、どうするんだ。おっと逆に返した。ダイナマイズキッド、あらままファイルドライバーカウント入る2、目まぐるしい攻防だ。さっきもちょっとお話にあったんですけれども、そこというポイント、ダイナマイズキッド捉えるのがうまいですね。そうですね、しかもなかなかね、カノントリオの方も連携が良くなりましたね。岡本を奪うようなフィッシャーマンズスープレックス、小林が打たれました。そしてスミス、そして安が返します。再開します。安の綺麗に足が伸びるドロップキック、しばらくちょっとこの戦い注目いただきましょう。ロンドスープレックスです。大技を次々と繰り出してまいります。やはりこのカルガリーブラザーズダイナマイズデビーボーイスミスがいますと、一進軍の動きもですね、やはりワンテンポ速くなりますね。そうですね、どうしてもそういう風になってしまいますね。はい、そしてホナガノリオ登場であります。なんとかこの小林の後を追ってタイガーマスクと一騎打ちを掴みたいホナガノリオ。場外狙い作られました。トップロープをはるか超えて場外でしたね。そうですね、外国なんかではね、はい、こういう技は反則になるんですよ。オーバーのトップロープということがありますが、今度はリング内にすごい攻撃だ。アドバッキデビーボイスミス、キッズのラリアット、これでちょっと勝負があったか。あーっと今度はお得意のダブル攻撃を岡本さんピート、カウント入った、スリー決まりました。そして山田さん、この後のフォローがそれぞれカルガリーブラザーズ、これも良かったですね。もうね、これだけ鮮やかな攻撃をね、はい、取られるともう何も言うことないですね。本当何も言うことないですね。素晴らしい連携ファイト、はい、もう6人タッグのね、最高のねテクニックを見せてくれましたね。そうですね、まあ、特にやはりキッドとスミスの連携、はい、いやー、良かったですね。もう、本当にね、小長選手は完封なきまでに叩きのめされましたね。まさに殺人フルコースといった感じでしたね。はい、これからのジュニア戦争、ますます面白くなりそうな一戦でありました。